ヨーロッパリーグのね、組み合わせ、グループリーグの組み合わせが決まったということで、ちょっとここら辺をね、紹介してみたらどうかということをオプチャーで言われたので、えー、紹介してみようと思ったんですけど、正直なところ言うと、なんかよくわかんないな、これって。<laughs> 知ってるチームが結構、まあ、名前ぐらいは知ってるんだけど、でも、今これどうなってんのってチームばっか。 うんちょっとまあ見ていこうか、A グループから。えっ、ー、と、このグループって、確かセビージャがね、日本代表の分析官になった人が、えー、これで勝ちまくってたっていうチームで、まあ、セビージャのための大会だったのかな、みたいな感じ。うん。で、ウェストハムはこれはあれでしょ、多分、その、他の大会に勝ったからこれ参加できてるみたいな。 うーん、よくわかんないなと。本当にもうそういう感想しかないという。で、ちょっとね、A、グループから見ていきましょうと。ウエストハム、オリンピアコス、フライブルク、T、S、C、セルビア。セルビアのチームなんて俺レッドスターぐらいしか知らないよって。今、レッドスターってあんの本当に。まあ、そんな感じだからね。まあ、ウエストハムがもうこれ、資金力の差で、でもフラ,イフライブルクもそんな弱くないから、 だからここは二強だろうなと。で、今回ね、これ改めてつけたのって何でかって、自分自身が分かんなくなっちゃうのよ。うん、みんなも分かんなくなると思うんだけど、いや、本当にね、TSC って何ってなっちゃう状態だから、まあ、そんな感じです。で、ブライトンの、えー、とグループ B は、ここは死の組って言われてるんだけど、うん、あ アヤックスとマルセイユが若干強いからとかいう感じでしょでもマルセイユオーバーメイアンがいたよね。で、ゲントゥジがいなくなって、で、アヤックスは結構抜かれたるんだけど、攻撃陣はそのまま残ってる感じかな。まあ、でも、うんブライトンプレミアで普段やってるから、オランダのね、とフランスのチーム、そんな苦戦するのかなとか思ってね。 うーんだから死の組っていうけど、名前にちょっと負けてないって感じうん、名前がそうなのかなとか、俺もね、今喋ってて、首ひねりながらよくわかんねえな、とか言って。で、グループ C、えー、グラスゴンレンジャースベティス、スパルタプラハー、で、キプロスのア,アリス・リマソルっていうの、初めて聞いたの、これ。 スパルタプラハはね、よく聞くのよ。これ、例えばあの、チェコのポポルスキーとか、ネドベドとか、多分この辺がいたチームのどれかだと思う。うん。で、スパルタプラハって言ったら確か、CL 取ったことなかったかな。うん。80年代だったと思うんだけど、あれ違うチームか。まあ、そんな感じで、そこそこね、チェコの強いチームだったけど、じゃあ今どうなのって言われて、多分資金力の差で全然叶なわなくなってると思うから、だからここベティス一強なんじゃねっていう。うん。 レンジャースはね、スコットランドだからね、初戦っていう。あの、セルティックの試合見ながらいつも思ってたのが、えー、これ J リーグより弱くねっていう。うん。だからまあ、うん、ベティス一強なんじゃないのかなっていう。はい、次、グループ D、アタランタ。 えー、ここスポルティングの一強でないのかないや、でもアタラントも強いが、そこそこ。で、シュトゥルムグラッツって言ったらこれあれだね、オシムさんがやってたとこだね。で、ポーランドのラクフ・チェント・ホ、チェンスト・ホバ。うん、初めて聞いたな、こんなの。うん。 えー、シュトルムグラーツって言ったらこれ、オシムさんが率いてたチームじゃなかったかなオーストリアの。違ったかな確かそうだった気がするんだけどね。で、優勝を何回かしたっていうんでしょオシムさんがやってたところ。 うんで、アタランダはね、典型的な育成クラブで、これ、監督が結構有名な人なので、ホイルンドが今抜けたんだけど、どうせここのことだから、しっかりね、後釜を用意して、また育てようとしてるんじゃないですかっていう。で、スポルティングはね、あのポルトガルの強豪だから、これ、多分、一番強い、ここ。うん。このグループのあれ。下手したら、ここにいるメンツの中でも、多分、リバプール覗いたらトップクラスの強いブルーじゃないかな、スポルティングは。 うん。で、グループ E。リバプール、LASK リンズ。これ、あれしょ。中村ケイトがいたところでしょ。で、ロイヤルユニオン、サンジロワース。これは、あの、三苫くんとかいたとこだっけ違ったっけ確かそうだったと思う。これ、ブライトンと提携してるチームでしょ。だから今、えっ、ー、と、マルチクラブオーナーシップで、ブライトンとこのユニオンが、えー、同じグループになった時、八百長するんじゃないかみたいなこと言われてて、それでなんか言われてるんでしょ。確か、ミランとランスも確かそんな感じで。 うん、他にもね、ライプツィヒとレッドブルとか、えー、レッドブル、うんザルツブルだ。うん、レッドブルはグループだったと。で、ここはもう問題なくリバープール一強なんじゃないあ、トゥールズがあったか。 でもフランスだからねうんだからリバプール一強でしょこれどう考えてもで下手したらこれリバプールが手抜きまくって負ける可能性があるうん2軍出してくるとか例えばあのバイチェビッチあたりをスタメンに出してきていわゆるああいうちょっと1軍半みたいな選手でそれで経験を与えるとかはやりかねんというねで次ビジャレアルスタッドレンヌーマカビハイハイスラエルふんイスラエルってヨーロッパなんだ どう見てもなんか中東の方にしか見えないんだけどね、あそこ。あの、オーストラリアがアジアですって言われるぐらいちょっと違和感があるというか。で、次、パナシナイコス、ギリシャ。ここは、レンヌが若干ちょっと強いくらいで、やっぱビジャレアル、あれビジャレアルってセティエンでしょうん、セティエンでしょあ、これ、ここ、あるぞ。 セティエン、なんかカウンタークライマくクってやられて、で、スタッドレーンで多分カウンター、うん、鋭いチームで、フランスだからね、確か早いアタッカーいたと思う、ここ。で、パナシナイコスも確かそうじゃなかったかな。うん、カウンターが鋭いチームだと思うから、だからビジャレアールがひょっとしたらね、かもられる可能性高いと思う。セティエンのことだから、延々とボルマシスだから。で、次、グループ G、ローマ、スラビアプラハ。スラビアプラハってこれ多分、ポボロスキーか、ネドベとか、カレルとか、 来れるかあの辺がいたチームのどれかの一つなんじゃないのってまださっきと同じなこと言っててね。で次シェリフモリットバー、えー、セルベットスイスん常本なんとかがいる。ここはねモウリーニョでしょルカクでしょでディバラいるんでしょ。 問題なくローマが勝ち上がる、ここは。ロまたね、あの空気読まずに EL 取りに行くから、あの、もうウリーニョ。だからリーグ戦で勝てなくて、で、まあ、5位か6位ぐらいになって、それで、あの、これ、タイトル取ってごまかすみたいなことやりだすと思うから。だから、まあ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 ま、あローマだろうねっていう。で、グループ A ラストと、レバークーゼン、カラバフ、アゼルバイジャン、モルデ、ノルウェー BK、ヘッケな、なんだここ、北欧というかなんか、 なんていうかなアングロサクソンっていうかなんかその辺の匂いがするというか白人のでかいやつで金髪みたいな。 うん、アゼルバイジャンはちょっと違うけど、で、まあ、ここ、レバーグーゼンって言ったらシャビアロンズでしょ。だから、シャビアロンズが問題なく抜けてくるとは思うんだけど、ただ、ノルウェーとかスウェーデンのチームってフィジカルお化けの連中が多いから、ちょっと怖いよねっていうのは昔からあるんだよね、これ。うん。ノルウェー、スウェーデン、北欧、近辺は。特にね、ノルウェー。うん。 そんなに資金力あるわけじゃないんだけど、ただ、なんかでかくて、放り込みサッカーやり出したら調子狂って、それでね、勝ち星を落とし出すという。まあ、だから、ここら辺はちょっと危険なのかなと思いつつもね、EL のこのグループ分けを語ってみたところで、賞味、あのー、よくわからん。うんえー、メンツを思い浮かぶのってアヤックスでしょう。それから、ブライトは当然わかる。フライプルグもドアンだからわかる。で、ウェストハムは見てるからわかる。 で、ベティスがちょっとも怪しいかな。アタランタはね、意外と見てるからわかんないよねあの。ゲームとかでよく出てくるから。で、スポルティングはね、森田のあの、どうなってるのかなって見に行くから。あとはリバプール、ビジャレアル、ローマが、レバゼ前ぐらいしかわかんないな。ほとんどの人がそうでしょ。 本当だからここ今回いろいろ語ってみたところで昔こうだったよねみたいな喋りしかできてないからこれってどうなんですかって思いつつまあ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 みんなそんな状態だと思いますので、えー、よくわからない人が語った GL 組み合わせ決定ヨーロッパリーグという紹介動画を作ってみましたとではでは。